さてクラウドカップ決勝戦をこれから行います。おい、ポポの動画の解説を見に来た視聴者が怒ってるぞ。ここで行く。ポポ動画解説するのむずすぎる。霊夢、心の俳句。はい、よくできました。解説してるの私ばっかりだけどね。今回は一手ずつ考察ってそれマジなの。視聴者から要望があったんだが、あまりに大変すぎて目を背けていたんだがな。それは嬉しいんだけど、本当にそんなことできるの？もし違った解説していたら、クラウドが悪いから私は無罪だぜ。ここで値からも一句。ぷよぷよ、楽しいな。美味しそうに鳥ぷよ。はい。それじゃあ解説、行ってみよう。これからコメント返信コーナーを始めます。このコメント絶対採用されるじゃん。頭いいな。確かに。というわけでコメント返ししながら連鎖の予習だな。灼熱のファイアーダンス、フルコーラスで歌えるおじさんがいますよここに。田中克実で草、熱帯に。どんどん連れてくな。若い世代に負けずに頑張ってほしいわね。1万人に行く前にチャンネル登録できた、滑り込みセーフ。100万人登録前に間に合ってよかったですね。余裕で間に合ってて草、重ね重ね、皆さんありがとうございます。相手がポポみたいな不定型組んでるとき、凝視してますか？すごくぷよぷよっぽい質問。凝視はしています。特に発火点や頭の部分は見るようにしています。ただポポの場合は発火点が多いし、逆発火されたりするから本当にわかりづらい。だそうです。てか画面止まったけど、今回は未発火に終わったから、後でシミュレーターだな。さて今回は 1P がクラウド、2P がポポだね。今回はリプレイなしだから、しっかり考察していこう。バッチコイ。不定形を組むとすれば、ここまではまだわかるぜ。同じ色が分散しないようにして、とりあえず土台を組むのね。そういうことだな。さあ次のツモからは一手ずつ考察していくぜ。問題。次のツモは赤緑。どこに置くと思う？赤緑で2、3列目かしら。4、5列目に緑赤も捨てがたいわね。正解はこちら。全然違うじゃない。私の答えを聞いてからポポが組み方を変えたの。ライブじゃないんだから、そんなことできるわけない。次のツモもまた赤緑が来てるだろ。だからだぜ。だからだぜ。ってドヤ顔で言われてもわからないわ。時には連結も大事になるが、あくまで4連結で組み合わせて大連鎖を組み切りたい。同じ色を固めておきたいという点からも、8-1に連続で新たな連鎖の種を作るということだぜ。なるほどね。本当にわかってるのか、問題。じゃあ、次の緑赤はどこ？次こそここね。ちゃんと説明を聞いていたか。あ、これはあれなのね。引っ掛け問題。ここまで進めてから問題を出さないと解けないかな。今一瞬動いたけど、何が違うの？わかったわ。ネクネクに緑赤が見えてるから。だからなんだ。見えたから、4、5列目にまだ置く必要がないわけだ。というわけで、1、2列目のぷよに連結させるんだぜ。次は黄色が来てるから、2列目の黄色と絡めたいわね。ということは、こうしていくのかしら。また違うじゃん。マリサ、全問不正解を早くも覚悟したわ。もしこの二つの黄色を繋げて消すとなると、連鎖美が作りにくくなる。連鎖美が作りにくいってことは、飽和が出ないってことだね。本当はネクネクの青赤8-1で折り返しを組みたいが、来なかったから仕方がない。ここでちぎるの、赤と青がたくさん見えてるから、この赤を使って一気に折り返しを組んでいきたいんだぜ。ちなみにこの段階で実は2列目の緑と、1列目の L 字の緑はくっつかないことが確定。さすがにそれはまだわからないんじゃない？さっきも言った通り、この黄色の後に緑を繋げると、連鎖美が作りにくい。そして決め手となるのが次の一手。なんでこれが決め手になるの？もし黄色を繋げるとしたら、青を下にするはずだぜ。青を下にした場合はこうなる。確かに、この方が黄色を消しやすいわね。色のバランスを考えることによって、暴発を防いでいる。暴発を防いだその先には、同時消しではなく、4個消しで連鎖数を増やす意図も汲み取れる。値は大丈夫だけど、視聴者が混乱してきたみたい。要点をまとめると。1、この緑は繋がらない。2、この黄色も繋がらない。理由、暴発管理をし、同時消しではなく連鎖数を稼ぎたいから。つまり、暴発管理をして、同時消しではなく連鎖数を稼ぎたいってこと。もっとシンプルに表現すると、暴発管理をして、同時消しで。ダイレクトで茶番は控えような。次の黄色ゾロだが、ネクネクまで見ると青黄色が見える。だからこれはちぎる。ちなみにネクストの赤青は折り返しに使う。なんでネクストより先にネクネクの話になるの？この赤青は折り返しを伸ばすのがコスパ最強。だから6列目一択。そしてネクネクの青黄色。この辺りから中上級者の段差合わせになる。もうマジ無理。マリカシよ。もう一回シミュレーターで発火するから諦めるな。これで見えてきただろ。めちゃくちゃ整ってるわね。この段差調整をしたってわけだ。問題。緑ゾロはどこに置く？シンキングタイム10秒。さすがにわかるから、散るのに任せるわ。ヒントちょうだい。ヒントちょうだい。おヒントをくださいませでございます。ヒントはこの形。さっき見たけどわかんない。では正解発表。ここに緑を置いたらこうなるからな。こうなったからなんなの。さっきみたいに赤発火すると、緑がこうやって繋がる。そうすると、次の黄色青が必然的に2列目になる。この状態から今はこうなっていることになるぜ。
超綺麗じゃん。ポポはシミュレーターを使わなくても、この形が頭の中に鮮明にある。それマジ。頭の中に連鎖シミュレーターがあるってこと。この状態を見れば、どこにプヨを足せば連鎖ビが繋がるか一目瞭然じゃない。ここまでは上級者ならできる。何がすごいかって、中盤をして形がぐちゃぐちゃになっても、瞬間的にシミュレーションして、どこにどのプヨが残るかがわかる。しかも発火点が複数あったとしても、同時にシミュレーションしてる。クワッドコア。ポポテル、入ってる？この形が見えてるんだったら、青を乗せても消えるし、赤から行って青緑黄色もできるし、もう上に乗せたい放題。ポポやばすぎだろ。ところがポポ自身はそう思ってないらしい。はい、ダウト。それはダウト。だってこの形が見えてたら、実際に連鎖ビ作るの簡単じゃないか。前提条件が鬼畜なんですが、それは、ちなみにここでクラウドの連鎖に注目。いえ、結構です。まあそう言わずに、露出している発火点はここだけ。6列目の黄色は2連結だけど、当然1連鎖しかない。そして緑発火するとほぼ本線で打った時点で負け確。となると、ポポとしてはもう組みたい放題ね。さあそろそろ、次の一手の考察をしようか。簡単とはいえ、この残しからネクストの黄色赤を裁くのは難しい。え、なんで、この残しから、黄色も赤も連鎖サビとして入れづらくないか。じゃあどこに置いたの？これは1列目に黄色赤で確定ですね。何今の？編集中のドヤクラウド。全然違うじゃん。それで、この黄色と赤はなんで2列目に？一旦、次の手を見てみよう。1列目に黄色は確かに置きたかったんだが、それならネクネクに見えていた黄色、緑の方がちぎらなくて済む。そして連鎖ビの方は必然的に、3列目に赤が必要な状態となっている。ってことは次の赤黄色は、3列目に、もうやだー。赤青が見えてたからそっちを優先して、赤黄色は頭伸ばしも考慮して連結を優先。次はわかるわ。連鎖ビで青赤を使うより、頭に使った方がいいから。6列目ね。きたー。バキコリ正解してゆくー。ここに来て初正解。連続正解を狙うわ。次の青緑も連鎖ビには必要がないから、6列目の青につなげるために5列目縦置きね。え、あ、うん。まあ方向性は合ってるし正解でいいよね。よく考えろ。今わざわざちぎったんだぞ。意味があるか思わないか。ここでクラウドの盤面を見てみると、相変わらず8-1でしか本線に繋がらない形だぜ。緑黄色の8-1だと繋がるのね。そこでクラウドは複砲を構えようとしている。相撲的に青発火の3連鎖が狙えそうだぜ。でも当然ポポもそれは分かってるのよね。もちろん、だからここは対応手を作りたいのと、発火点の青を埋めたくない。だからちぎったんだぜ。そして読み通り、クラウドは3連鎖を作りに、ポポは4連鎖以上の連鎖を作りに。おじいさんは山へ縛りに。おばあさんは可愛い選択にってことね。それで例えるなら、この後全然桃が来ないことになる。どういうこと？あ、クラウドが打ってきたわね。が、しかーし。桃ではなくて赤が一つしか来なかった。相撲の偏りは仕方ないわね。というわけで、この3連鎖が直撃してしまうため、シミュレーターで確認してみるか。というわけで、巻き戻してみようか。ではこの盤面を再現して、必要な色を足していこう。クラウドが中盤を仕掛けようとする前の状態ね。素直に本線をポポに打たせてくれてたら、シミュレーターの手間も省けるのにな。これ本当に繋がるのかしら。この横一列の黄色とかどう消えるか想像がつかないわ。では準備ができたし、発火してみるか。ファイヤー。え、ちょま。あー。全然わからなかった。もう一度見てみるか。次は途中で止めるぞ。この赤からが本番か。どちらかといえば次の緑からが本番だぜ。よく見ておけよ。この後鶴亀で2段落ちて同色の緑は見えたかも。さて、視聴者の皆さんもここで考えてみるといいぜ。シンキングタイムは10秒な。では正解発表。この緑の後は黄色ね。この後が難しいわね。同色で黄色に見えるけど、段差が合わず赤なのね。次が青で、そこからはなんとかわかりそうね。わかったなら何よりだぜ。いやこれわかったけど、無理でしょ。連鎖ビをシミュレーターで見て、そこで初めてわかるレベルかもな。ちなみに、おそらくこれが最終形態という完成形も今日は用意してきたぜ。さらにこの上があるの、あくまで予想だけどな。とりあえずこれを見てただただ驚こう。どんな連鎖かしら。じゃあどんどん積んでいくぜ。ポポを自由にさせたら、この最終形の連鎖が飛んでくるってことね。よし、そろそろ、発火準備完了。ファイヤー。これ私の知ってるぷよぷよじゃない。ではこれから本題に入ります。ポポの連鎖を前座に使うほど、いつから偉くなったんだ。皆さんお待ちかね。
クラウドカップの詳細を発表したいと思います。これから発表する内容は全て仮なので、本決定は Twitter や配信でチェックをお願いします。気になるのはお値段ですよね。通販か何かか。買い占め愛子作戦で行きたいわね。誰が限定じゃんけんなんかやるかよ。冗談はさておき、ぷよぷよ e スポーツね。そりゃそうだろ。とりあえず概要をまとめてみた。機種はスイッチだな。今後 PS4 や Steam も検討してるが、今回はユーザー数が多いスイッチにするぜ。クロスプレイが実施されたらいいのにね。そして大会形式は予選トーナメントありで、勝者を8名まで選出してから決勝トーナメント。一度負けたら即終了ね。振り分けは抽選で行われるぜ。なお、暴力行為は一切禁止です。破った場合は即脱落です。チルノさんって本当に。バカだよね。急にライアーゲームを始めるな。このゲームには必勝法はないぜ。話を戻すぜ。基本的なルールに関しては、公式のチャンピオンシップと同じと思ってもらっていいぜ。何先でやるの？予選トーナメントは2先の2セット、決勝トーナメントは5先の1セットだぜ。結構短いのね。初心者にもチャンスがあった方が面白いだろ。それは確かに。今後は初心者限定の大会も開催していきたいしね。そして決勝トーナメントの最終戦、つまり優勝決定戦は10先にしたいと思うぜ。熱い試合が期待できそうね。さらに今回の実況解説は、あの元4強でレジェンドの、おう。ここの特別実況解説でおなじみの、おぉ、アルフさんに来てもらえたらいいな。ただの願望なのか。実際はスケジュール次第なので期待していきたいね。そうそう、いつやるかについてだけど、10月24日の土曜日、22時から開催予定だぜ。1ヶ月後なのね。でも時間が随分遅いのね。夜の方が盛り上がることもあるしな。全体の時間としては2時間ぐらいの配信になると思う。なるほどね。大体の内容は分かったわ。そういえば優勝賞品は1万円の商品券を用意しているぜ。ペリカじゃなくて、非課労働は勘弁な。それを先に言いなさいよ。あたいも参加するわ。なお、この動画の配信直後にクラウドの Twitter で仮エントリーが始まっているぜ。よっしゃ、今から早速参加してくる。というわけでクラウドカップ、お楽しみくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。Twitter のフォローもよろしくね。Thank you.